スケート界に現れた新星、今シーズンシニアデビューです。大学1年生の武田菜那。2007年の NHK 杯で第3位に輝きました。まだ長野オリンピックの時には10歳でミシェル・クワンとトラリピンスキーを見てオリンピックを目指したそうですけどね。トリプルループ、もう武田選手の演技を見るだけでなんかこちらの元気が出てくるぐらいですね。これやっぱり若さというかはつらつとしたね、そういう感じがよく出ますね。笑顔がとっても素敵な方ですよね。浅田、安藤、若い世代が頑張ってますが、この武田にも大いに注目です。衣装も可愛いです ね、 ねえ、やはりこの曲と合わせて綺麗に作り上げてきてますよね。お、ビールマンスピン、柔らかいですよね。ポジションが綺麗なんですよね。ああ、笑顔が綺麗です。シニアデビューしたばかり武田菜那の演技でした。菜那武田、伊藤さん、これからねこういうプロのショーにもどんどん出ていって磨きをねかけてほしいですけど ね、 ヒカさんいかがでしたか。私前回名古屋で初めて拝見した時も、とっても笑顔が素敵な方だなと思ったんで、今日も期待してたんですが見られて嬉しいです。そうですね、はい。